シャキッ技の名前が全く思いつかなかった。え、あれじゃないの、青木。あ、でもね、あの、あ、ルーニケンシンやりますよ。あ、そう、ルーニケンシンね。ルーニケンシン、はい、僕見てきましたから。僕見てないですあれ誘ってなかったでしょ。誘ってないよ事故ですよ。事故でした。いつも事故ですよ。事故でした。見てきたよって見てきましたよって、報告、報告をその日のうちにでも報告したでしょ。ああ、そうね、そういえば、うん、そうね、うん、報告は早かった、報告は早かったですね、うん、なんかね、はい、楽しそうで、ほう、公開してからね、すぐ行けばよかったなと思ったんですけど、うん、あ、もうあれだね、でも2週間ぐらい経ってから行ってるのかな、はいはい、はい、うん、なんですけどね、はい、楽しかったですよ。ほう、ぜひね、監督にも来てほしかったですよじゃあ誘えよ、見終わった後に思いましたじゃあ誘えよいや、もうでも1見てないんですよ、いまだに。あの、この前金曜ロードショーでやってたのを、あ、やってたね、ちょっと横目で見ながらちょっといろいろ作業してたんで、うん、あんまちゃんとは見れなかったんですけど、あ、でもチラチラ見ながらでも結構なんだろう、迫力あるし、で漫画原作を結構頑張ってやってるなっていうのが分かりましたよ、うん、はいはい、そんなね、はい、楽しいルローニケンシン、はい、京都大化編、はいはい、私ら実は予想してましたね、はい、しましたね、覚えてますか。覚えてますよ。覚えてますか、はい、ということで予想の答え合わせをしましょう、うん、はい、一緒にね、はい、一緒にできる。え、見てないのに。いや、見てないからできるわけないどうだったんですか。どうだったんですか、はい、はい、いきます、はい、で、まず謙信、大久保利通に呼び出される、うん、呼び出されてました、はい、でもね、はい、あの、これ最初のシーンではなかったんですよ。あ、最初のシーン、ちなみに、はい、あれでした、獅子王がその暗躍してるみたいな。でしょ、あ、なんか言ってました、それ。だと思ったよ僕ちらっとあのカンペ見えるんで、うん、監督が書いたカンペ、うん、って感じでしょ、でもこのシーンもあったよ、あったあった、うん、いや、やっぱね、ファーストシーンでね、ガッと観客の心掴まないと。ケンシンね、出てくるの意外と遅いかも、うん、いや、だからあのダークナイトだろうなって思ったんですよ。うーん、ダークナイト一番最初にジョーカーの銀行強盗のシーンが入るじゃないですか、 あれを多分獅子王でやるだろうなって、うん、僕分かってました。はい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 、で、うん、暗殺されて、京都で獅子王一派が暴れていると聞かされる、はい、大久保さんからね、はいはい、これ話の内容ですね、うん、で、過去京都で、うん、京都の出来事と決別している獅子、ので獅子王と戦うことをためらう謙信と、はい、うん、まあその通りでしたねまあ漫画の設定がそうだからね、うん、まあ原作に忠実に ね、 そうですね、やってるってことですね、ええ、はい、そうですね、はい、でもね、あの、うん、この後のシーンとかで、はい、実は、はい、あのね、伊勢谷さん出てくるんですよ。はいはいはい、はい、出てますね、伊勢谷さん、篠森青氏がね、実は出てくるんですよ、 この段階で。あ、原作違いましたっけ。原作はね、はい、原作どうだったかな。原作はあれですよ、もう1の時点で、うん、あのその伊勢谷さん扮する篠森青氏は出てるはずですよ。ほー、そもそも、はいはいはい、なのでまあ違ってきますわね、はいはい、多少ね、はいはい、続いて、はい、しかし大久保が宗次郎によって暗殺される、うん、されてたあのね、神木くんめっちゃ走っとった。おー、走るシーン多いっすよ、神木くん。うん、神木くんも、タケルくんもとにかく走ってます。続いて、おい、そこ何も触れねえのか。あのね、神木くんね、実はね、あんま体強くないんですよ。あ、そうなの。そう、食もちょっと細くてね、頑張ったんだなって今スラッとしてるもんね、うん、今ちょっと感心してました。頑張れ神木くん、貴族目線だな肉を食え肉をはい、暗殺されて、謙信は薫に別れを告げて、京都へ向かう、うん、
その通りでしょうね。あの2人ってさ、もう付き合ってんの？あ、そういう話？どうだったの？付き合ってんの？その前提はよくわからなかった。僕と付き合ってください、はいみたいなシーンはワンであったんですか？いや、どうなんだろうね。何も気づいたら付き合ってたみたいな、みたいな感じ。付き合ってるとか付き合ってないのかな？そういう話じゃないから、ね、キスはしないの？そういうシーンなかったですよ。あ、ないんだ。キスシーンなんてなかったと思うけどね。でもハグはしてたでしょ。してた。だってこの別れのシーンもハグしてますからね、うん、言って、なんだっけな、さようならかなんか言って、ありがとうさようならでしょ。あ、だったかな、ありがとうあったかな、うん、いや、予告編だったでしょ。いいシーンですよ。予告編あったの？うん、なんかこういうの書いてあるし、今までありがとう、そしてさようならいいシーンですよ。で、付き合ってないの？付き合ってんのかな。付き合ってんの？付き合ってんじゃない？そこはっきりしてよ。知らないよ友達じゃないからね、どっちも。あ、ケイシもカンも俺友達じゃないからね。友達以上恋人未満みたいな感じだ。でも同居してるからね同居してますからね、はい、はい。で向かって、うん、剣心、葵屋の人々の助けを借りて、うん、十本刀たちと対峙する、うん、はい、っていう話だったんですけど、はい、の前に、はい、の前に、はい、覚えてます？新月村っていうキーワードで何か思い出せます？覚えてないです。覚えてないです、はい、あのこれね、漫画にもあったんですけど、はい、あの行く途中にその獅子王に支配されてる村ってのが出てくるんですよ、うんうん、それがあの今回のその映画にも出てきてました。うん、僕もなんか見てて、あ、そうだったなとか。どの辺どの辺どの辺って？三重県のあたり。あ、場所ってこと？名古屋。場所を聞いて聞かれてんの？そう東京から、小田原でした確か。あ、小田原。小田原。あ、ちゃんと設定あるんだ。あ、そう。その話？そっか。場所の話ですか？あ、そうそうそう。どこなんだろうなって気になっちゃって。どうでもいいけど気になっちゃって。小田原ちょいすぎぐらいですね。うん、そこであの神木くん VS たけるくんがあるんですよ。はい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 。宗次郎 VS 剣心がね、いいね、なんかいいよね、どっちもかっこいいし、そのねアクションもすごい良かったですよ、うん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 、見ててどっちも早いから、そう、うん、設定もあれだけど、はい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 、どっちがね、うん、早い瞬間っていうのかな、早い剣を繰り出せるかみたいなね。でそこで、うん、あ、そう、ここ行く前に、うん、その京都行く前にそこであの剣心はあの刀を折られてしまう。あ、ありましたよね、神木くん折ってるシーン。あれでしょ、うん、あの切れ味悪くなってからこうパキッてやってみたいな、折るはかったみたいな。え違うか、神木くんバージョンのなんか CM でありましたよね。僕もそれなんか見たことあります。あ、本当ですか。僕それ見てないです。あ、マジですか。多分結構あれですよ、刀折るシーン。うん、あるあるある。え、戦ってる最中に折れるんじゃなくて、神木くんが折っちゃえってパキってやっちゃってこと。違う違う違う、シュッてなんかこうやる、結構かっこいいシーン。戦ってる最中に折れると。うん、うん、うん、はい。で折れて、で京都に行くっていう話です。なるほど。京都行くでしょ、うん、京都行きますね。京都行って、うん、そのあれだ、十本刀の対峙するっていう、こんなね、うん、アバウトの話じゃなかったです。そっかと思いました、これも含め、はいはい、あれでしたね、十本刀といえども、はい、あれでした、蝶かな、うん、もう覚えてます、刀を集めてるっていう、なんか、あ、いたいたいた、一番最初に出てくるやつ。いた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 、刀コレクターでしょ。そうそうです。あいつ、あいつのエピソードがね、丸々入ってました。おー、それで、うん、まあ剣折れてるわけですからね、うんうんうん、まあ、新しい刀を手に入れてっていうお話です。はい、そして、はい、そして剣心 VS 獅子王、全く歯が立たない剣心、うん、薫の前で剣心敗れる。そして、うん、京都大化編へ、京都大化編終了、うん、という僕の予想でしたが、はい、ね、これ何が違うかっていうと、うん、剣心 VS 獅子王がなかったです。あ、全く、ね、ちょこっとなんですけど、あのね、そのバーサスのシーンなかったです。
なんかあってもよかったのになと思う感じですかね。へー、あ、そうなんだ。はい、なんで特に負けてもいないんですよ、やってないからねっていう。あ、そうなんですか。はい、へー、見たかったですね。うん、まあでもそういう作りになってるってことはね、次回で相当激しくやってくるんじゃないですか。ちなみにこの、うん、あのロニケンシンの京都大化編、うん、10本刀っているじゃないですか、はい、10人いるわけですよ言っても、はいはいはい、正確にはなんか9人ぐらいなのかもしれないですけど、その腸が破れてるから。ああ、あのね、はい、一応ね全員出てきてると思う。あんまりじゃあそこはフューチャーされてないんだ。あのね、うん、出てきてるんだけどこう、うんうん、アップにしてないみたいな、こううまい、あ、なるほどね、次回見てくださいよっていう。あー、じゃあまだ全部倒してないんだ。倒してないです。あ、じゃあまあ、だからね、最後はそれだったのかもしれないって今思いました。あ、なるほどなるほど、それがちょっと見えるようなこう戦い方だったのかなっていう。ええ、なるほどね、はい、ということで、はい、私結構当たってたんじゃないかな。そうですね、漫画が好きすぎましたね。そうですね、原作が僕が、まあ、お互いね、なんとなく知ってたっていうね、ええ、はい。じゃあ続いて、はい、監督の予想の答え合わせいきますか。はい、お願いします、はい、いきます。チャンネル登録してね。